ルイグスターブ・ブリカールはフランスの画家である多くの肖像画を描いたマルセイユで生まれたイタリア出身の家系とされ昔の姓はリコーディーと綴った父親は成功した金融業者でリカールはマルセイユイコール地中海美術会画学校で学ぶことができたマルセイユのブロンゼという肖像画家から個人教授も受けた 1843年に父親に許されて、パリに出て、パリの国立高等美術学校に入学し、歴史画家のレオンコニエに学び、ルーブルで巨匠の模写をして修行し、ローマ賞に応募したが、受賞できなかった。イタリア、オランダを旅して修行し、1850年にサロンド、パリに出展し、2等のメダルを受賞した。1852年には、 肖像画を出展し、等のメダルを受賞した。1855年のパリ万国博覧会の展覧会にも出展し、加作となった。サロンに多くの肖像画の出展を続けたが、レジオンドヌール勲章などの受訓を一することが続いたので、展覧会への出展をやめ、顧客の肖像画を描くことに重点を置いた。それでも、描かれる人物については、 要望が気に入った人物に限って描いた。独特な色を使い、簡潔な構成で、友人の画家や著名人の肖像画を残した。リカールの作品は、バイオンヌのボナ美術館やリヨン美術館、マルセイユ美術館、モンペリエの美術館に収蔵されている。パリで心臓発作で急死した。ありがとうございます。